終身雇用が当たり前だった昔とは違い、今では転職は当たり前。転職に就くために、労働条件とにらめっこをしてる人も結構多いらしいね。そしてついにその時代の流れは、アモングアスの役職にも。今回入ってるモイラという役職は、会議終了時に二人の役職を入れ替える第三陣営。なので今はイビルハッカーでも、後で他の陣営などに入れ替わる可能性もあります。モイラの気分次第で役職変えられるし、これ転職というより左遷では。ちなみに役職を入れ替える際、投票数も一緒に入れ替わるらしいので、誰かを釣る際には、常に自分が釣られてしまうリスクを伴います。モイラという上層部に媚びを売る、日本社会の縮図みたいなルールだなこれ。次々役職が入れ替わる都合上、今回はいろいろな役職が盛りだくさん。一応すべての役職を軽く紹介しとくので、見たい人は一時停止して確認してください。モイラは能力を5回、つまり会議を5回発生させないと勝利できないため、このルールではなるべくボタンを押さずに、会議の回数を少なくするのが鍵。なのでこのように、初手キルもいつもより非常に起こりやすくなってるんだよな。なんで初手から死んでるんだメテオ。ちな自分は、アーカイブ脇だ。嘘だろレイラー。どうしてメテオを殺したんだ。いや違う違う、自分電気室でタスクしてただけだって。ラテさんの見間違いか何かとか？ちなみにだけど、メテオさんは多分マグロなんじゃないかなって思う。まあ確定してないんだったら、一応詰めた方がいいんじゃない？ちなみにメテオさんは、マジで直近までキッチンと展望の扉のとこにいた。はっはっは、これ絶対扉開けられなかったマグロじゃん。まぬけだよ。それじゃメテオさんの正確な死体位置は、キッチンの扉前ってことでいいの？いやいや、そこの扉は開いてたはずだからキルされてると思う。そこにいた人たちの城が取れるんだったら、マグロの自爆ってことでいいんじゃない？いや知らんけど。だってキッチンって、確か4人ぐらいいたはずだよね。メテオチャコヒナニーラテの4人はキッチンにいたし。いやー、このターンキル起きそうだから、アドミンちゃんと見といてよかったな。アドミン情報によるとミーティング2に、コックピットに1、キッチンに3、メインホールに1、シャワー室に2、電気室に1、貨物の覚えゲーのとこに1か。試合開始10秒後ぐらいのアドミンがこんな感じだったので、大きくは動いてなさそうです。一応アドミン情報があるんですけど、ミーティング2に、コックピットに1、キッチンに3、メインホールに1、シャワー室に2、電気室に1、貨物の覚えゲーのとこに1ついてました。ミーティング2はウタパロンレイマリで一緒にいたよ。キッチンの方のキルには関われないし、みぞれさん視点でも自分が城でいいでしょ。自分はアーカイブ湧いて、最後八幡宮さんと一緒にシャワー室で終了。イエモンさんとは自分と一緒にアーカイブ湧いてて、その後自分は貨物行ったよ。貨物側には誰もいなかったし、多分脇はゼロかな。いや、チャコは貨物室に湧いてるはずなんですけど。え、嘘いたっけ？貨物室で金庫タスクやったり、覚えゲーやってたからもしかしたら見えなかったのかも。あれ、それだとするとレイラーさんのキッチンにチャコさんがいたっていう証言は？レイラーさんが誰かに見間違えたか、自分らが聞き間違えたかのどちらかでしょうね。言うて40秒ぐらいあったし、タスクやりながらチャコさんがキッチン向かうこともできそうだけどな。なんかもうよくわからないけど、レイラーさん釣ればいいんじゃない？どうい？意味なし。いやいやいや、そんなキッチンにいる中自分キルしに行けないでしょ。自分はメテオさんは、マグロで自爆したもんかと思ってるけどな。自分はメテオさんを信じるよ。そんなアホみたいな死に方をするマグロなんていないって。なんかよくわかんないけど、レイラー釣ればいいか。なんかよくわかんないけど、レイラー釣ればいいか。メテオは自爆なんてしない。だからレイラーを釣ればいいはずだ。いやいや、自分電気室いるからキルできないって。は？こんなに理不尽に釣られる役職が、未だかつてあっただろうか。モイラに指定されたら、隠しろであろうとインポスターであろうと、逃れることはできません。とまあこんな感じに、入れ替えられると身代わりとして釣られてくことになるわけか。表記上はレイラーさんが釣られてるけど、ご覧の通り実際に釣られていったのはヒナ兄さん。その際役職も交換されてるので、今現在のレイラーさんの役職は、ヒナ兄さんのものとなります。たとえインポスターを釣る直前でモイラに交換されたとしても、インポスター自体はゲームから排除できるということだな。もともと釣られる側だった人は、新しい役職で第二の人生、元インポスターの俺が、転生したらシェリフだった件。実際にこの日も元インポスターだったシェリフが、相方を撃ち抜く事例が2件発生しています。最後の最後まで、どうなるかわからないなこのルール。いや、本当に自分、メテオさんキルしてないからね。そういやレイラーさん、ヒナ兄さんから何の役職もらったの？なんだと思います？めんどくさい女の子みたいなこと言うじゃん。いえ、早く言え。これ言わない方が、試合面白くなるかなって。それじゃあせめて、元の役職何だったかぐらい教えてよ。元の役職言っても、何もいいことないから目的権を行使します。じゃ、またレイラー釣るか。自分も今回の話聞いて、またレイラー釣る気になったわ。これ絶対モイラが誰かとレイラーさん交換して、生き延びるやつでしょ。レイラーさんに勝たせたくないから、この試合一生レイラーさんに票入れ続けよ。でもこれ、絶対モイラが役職入れ替えるよね。もしかしたらレイラーさん、一生釣られない可能性あるわ。最後かもしれないから言っとくけど、自分の今の役職シェリフだから、ここで自分釣ったら、この村からシェリフいなくなるけどいいの？いや、これだけの人が投票してからそれ言うな。もうレイマリさん以外、全員投票済ましてんだよ。だから今、自分に最初に投票した人はかなり人材っぽいよ。はい、自分が一番最初にレイラーさんに票入れました。ほぼ全員が投票するまで、それ言わないのが悪いんでしょ。でも釣ってもレイラーさん生存し続けるのほんと草。レイラーさん自身も、役職コロコロ変わってかなりカオスなことになってるな。ここまで来たら村目線、絶対釣らない方がいいけど、多分次の会議でも釣られるんだよな。この試合は夜も更けた最終試合の様子なので、割と思考が鈍ってきてます。
ここまで来たら、もう大回転モイラバトルのスタートだ。レイラーを釣れるまで、投票するのをやめない。それでもう一回、レイラーさんに票入れるか。ちなみにレイラーさん、何かカミングアウトすることありますか？自分はもう、役職入れ替わっても何も言わないことにした。クルー役職でもインポスター役職だとしても、どうせ釣られる未来は変わらないだろうし、モイラそろそろ裏切ってもいいんやぞ。相方のメメントモリさんが釣られ、レイラーさんが新しいビルハッカーに。ここまで来ると、レイラーさんがただの疫病神か何かに見えてきました。でもこれ、次ボタン押されてレイラーさん釣られたら、イビルハッカーの数減っちゃうし、少しめんどくさい展開になりそう。まあここまで人数減ってれば、インポスター一人になってもワンチャン勝てるけどね。今リアクターなってるんで、このまま右側で門番しません。左側にすごい人固まってるんで、ワンチャンサボタージュ勝ちも狙えるかも。確かに次ボタン押されたらインポスター自分だけになるし、ここで決めた方がいいか。なんかみぞれさん怪しいねえ。ちなみにここで自分キルしたら、向こうの人たちに人外ってバレるよ。シェリフがいたらめっちゃ危ない行動してるけど、すでにいないので安心して行動できますね。レイラーさんはすでに待機済み。リフトもちゃんと、右側に寄せてるな。あ、もう全部これでいいじゃん。ちなみに自分、さっきまでマットメイトだったので、マットメイトメメさんに持ってかれて、そのまま消えました。ここまで村をめちゃくちゃに混乱させてきたレイラーさんが、最後インポスターに、インポスターだと疑われ続けたクルーが、本当にインポスターになってしまったってわけか。そういう裏ので、探したら多分どこかにありそうですね。ここまで二人キルしてきたから、あと一人キルできたら勝利。リアクター前の扉をウパさんが開けてるので、少しギリギリかもしれません。あと3秒ぐらいで、キルクール溜まるからバッチコイ。ということで役職は変わっても、最初の相方と一緒に勝利。クルーの時から散々暴れ回って、最後はちゃっかり勝利してるレイラーさんがほんと草生える。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。役職変わった時は終わったと思ったけど、マットメイトでほんとよかった。いや、今回のモイラ何やってんの？自分3回も釣られてるのに、なぜか最後まで生き残ってるんだけど、これがやりたかった。後悔はしてない。ちなみに自分は、マグロだけど最初にメメさんにキルされてるぞ。え、マジ？自分元ジャッカルだったけどその件についてはガチで何も知らない。貨物から大移動してキルしたけど、なんか誰にも見つかってなかったね。ということで次の試合は、何でもできるモイラ視点の試合を。さっきの試合でも紹介した通り、モイラは他人の役職を交換できる第三陣営。ただ自分自身に何かが起こるわけではないので、いかんせん動画的に地味なのが難点です。特に何も起きなかったので、1分ぐらいバッサリカット。裏でウパさんが死んでるのは、何か起こるに入らないのか。はっ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 は。え、何これ？何があったの？シェリフで爆散って言いながら、イエモンさんたちの前でウパさん撃ったらキルできちゃった。最初のターンからシェリフ撃つとか、ほんとバカじゃないの。ナイス、よくやったレイラー。モイラ様の言うこと聞くんで、いつでも役職交換してください。今回のルール的にジャッカルは切れないから、ウパさんはインポスターかマットメイト確定か。役職交換して欲しそうに言ってたし、レイラーさんには第二の人生歩んでもらおう。なんか今日の動画、レイラーさんっていう回数すごく多くない？この動画だけで、普段の1ヶ月分ぐらいレイラーさんって呼んでる気がしますね。っていうかもう動画時間8分過ぎてるのに、まだ終わらないのこれ？今の時代は、長尺動画、10分や15分、なんなら2、30分の動画なんてものも多くあります。あ、せっかくの隠しろシェリフが早速死んだ。一体誰がこんなことを、絶対に許せないぜ。あ、言うかどうか迷ったんだけど言った方がいいのかな。多分それは、言わない方がいいと思うよ。そこの二人に、一体何があったんだ？ぶち込みいた着8万分当てで、一緒にタスクやってたんだけど、ここにみぞれさん来たら、キルしようぜって話をしてたんだよね。その後8万分さんがみぞれさんキルしようとして、間違えて着3キルしてました。そんな。なんて悲しい事件なんだ。さよなら8万分、また会う日まで。いや待て、これもイラがどこを入れ替えるのか？まあ入れ替えるかどうかは、あくまでもイラの意思だからどうにもならん気が。どちらにしようかなで選んだら、メテオさんが選ばれたので残念ですがさようなら。他の生死を好き勝手にいじれるし、ほんとやりたい放題な役職だなこれ。なんかサボタージュの治り遅いし、ちょっと様子見に行くか。その後、イエモンさんがゲッサーでレイラーさんを切るしたり、イエモンさんが自爆したりといろいろありましたが、結局最後は、ジャッカルが釣られてクルー陣営の勝利となりました。まさかチャコさんが元インポスターで、レイラーさんをインポスターにしてしまうとは。きっともイラで好き勝手暴れた、バチが当たっただけだろ。ということで、今回の動画はここまで。また次回の動画も、ぜひ見てくれたら嬉しいです。